名探偵、コナン名探偵、コナンテンプレート、名探偵、コナン映画作品名探偵、コナン根性の拳、名探偵、コナン根性の拳は、2019年4月12日公開のアニメ映画で、劇場版、名探偵、コナンシリーズの23作目にあたる。本作は、平成最後の名探偵、コナンの映画となる。興行収入は三点七億円となり、 7作連続でシリーズ最高講習を更新している。キャッチコピーはネバーレッド融合もう決してあなたを話しません。真実 vs 記述 vs 宿撃死有を決する3位一体バトルミステリー。第19作豪華のひまわり以来4作ぶりに怪盗キットが登場し、すでに原作テレビアニメの怪盗キット vs 京極誠でも彼と対決した経験を持つ京極誠が初めて劇場版のメインキャラクターに据えられた作品である。このため公開間近の2019年3月30日と翌週の4月6日には本放送枠で同エピソードが再放送された。山口勝平は本作でも紀藤工藤新一と兼任しているが本作に登場する新一は キッドが変装した姿であり、本物の新一の出番は極めて少なく、冒頭の解説を除けば、セリフは一つだけであった。鈴木そ子は、第11作、コンペキの筆以来、実に12年ぶりに、本格的なメインキャラクターに据えられている。そ子と京国の恋愛描写も、本作の物語の軸の一つとなっていて、原作や、テレビアニメでも普段から京国が、 左眉横に貼っている絆走膏の秘密が本作で明かされることとなる。キットと同様に中森警部も4年ぶりの登場となるが、本作での出番はエピローグのみとなっており、本作以降は2018年8月13日に死去した石塚運賞の公認として石信やスが担当する。また、中森以外の日本の警察関係者のレギュラーは登場せず、さらに、 今までは何らかの形で必ず事件に巻き込まれていた少年探偵団も灰原愛以外は全く関わっていない。本作より新一と毛利蘭は恋人同士になっており、原作及びテレビアニメの時系列として本作は紅の修学旅行より後に起きた出来事であることが本編中でも言及されている。 物語の舞台は19世紀のロンドンという空想の世界であったベーカー街の亡霊を除けばシリーズ初の海外となりポスターイラストの背景にはシンガポールのマリーナベイサンズが描かれている2019年4月13日に放送されたテレビアニメ第936話フードコートの陰謀は本作のスピンオフに位置づけられており本エピソードの中でも 映画の本編と同様コナンは休養で北海道に行っていることになっていた。脚本は推理作家の大倉隆弘が手掛けており、から暮れないの連歌以来2作目の執筆となる。劇場版の監督として初めて女性が起用された。公開後の2020年3月3日、シリーズ開始当初から音響効果を担当してきた横山正和が成居。本作が遺作となった。 本作のガイドブックとなる名探偵コナンシネマガジン2019が2019年4月10日に発売され小説版は小学館ジュニア文庫から2019年4月12日に発売された劇場版シリーズの定番となっているエンディング後の次回作の予告は今作でも放映されたエンディング終了後に夜景越しの満月と銃の照準が映し出され届け はるか彼方へという赤い周一役の池田周一の声が流れた後、次回作の制作及び2020年 GW 中の公開が決定した胸の字幕による予告映像が流れ、後にヒーローの弾丸であることが明らかになった。シンガポールのマリーナベイサンズにあるラウンジバーで実業家で犯罪行動心理学者のレオン・ロウが、 弁護士のシェリリンタンとある取引について話し合った直後、シェリリンが何者かに視察され、彼女の車も爆破される。爆破の影響でホテルが停電し、宿泊客らがパニックに陥る中、ほぼ同時刻に1階に到着したレオンが冷静に現場保存に努める。パニックも収まり、マーク・アイ大警部補率いるシンガポール警察が予備警察官のリシラ・マナさんとともに殺害現場に、 到着し調べると、そこにはなぜか、血もみれになった怪盗キットのカードが残されており、その直後にマーライオンの口から赤い水が吐き出される。一方、日本ではシンガポールで行われる峡谷が出場する、空手大会を観戦したいコナンが灰原に下毒剤をくれるよう頼み込んでいたが、下毒剤をもらえず、コナンは失意のうちに帰宅した。そこに、 とある人物がコナンに忍び寄ってきてコナンは警戒する。もののランが現れ安堵するが、ランが怪しげに微笑んだ瞬間、意識を失い、どこかへと連れ去られてしまう。気がつくとそこはなぜかシンガポールで、突然の出来事にコナンは驚愕する。その頃、シンガポールでは、空手トーナメントに出場する京国を応援するため、ラン、その子、小五郎は、新一と共に、現地入りしていた。 しかし、この新一は、キットの変装であり、本物の新一であるコナンを拉致して、パスポートと装備を奪い、彼を、X 線を通さないスーツケースに隠して、怪しまれないように、不法入国していたのであった。コナンはあらかじめ、シンガポール人に見えるようキットに変装を、施されており、パスポートがないためキットの助力なしでは日本に、帰国できないコナンは、 アーサー・平井の偽名で、ランたちと行動を共にする。京国と合流した一行は、自分のスポンサーである、シェリリンが亡くなったため招待選手である自分は、大会に出場できなくなったと彼から告げられるが、その子が、おじのじろきに電話して、スポンサーとなり再び出場できるように手配する。その後、町で出会ったりしから、事件解決に協力してほしいと頼まれた心は、 新一の助言もあって、依頼を引き受ける。立志の案内で、レオン帝へ招かれた一行は、大富豪ジョンハン・チェンによって海底から引き上げられた、ブルーサファイア、根性の拳がキットに狙われていることや、その根性の拳が、チェンの希望によって、レオン帝の地下金庫に保管されていることを知らされ、レオンの案内により地下金庫で、根性の拳を見せてもらう。その夜、キットは、 レオン邸へ侵入し、やすやすと地下金庫に潜入するが、そこには、レオンとボディガードのヘッズリジャマルッティンが待ち受けており、ジャマルッティンの猛攻はかわしたものの、レオンにスタンガンを撃ち込まれ気絶してしまう。さらにレオンは、地下金庫を閉じて水没させようとするが、なんとか目覚めたキッドは、ま一発のところで脱出し、レオン邸からの脱走も試みる。しかし、そこへ、レオンの誘いで、 レオンテイにてトレーニングをしていた強国が現れキットは窮地に陥るが、キットから装備を開始されたコナンのキック力増強シューズによるサッカーボールの蹴りでなんとか形勢を逆転させ、レオンテイからの脱走に成功する。その後、キットはコナンを回収し、コナンをシンガポールに連れてきた理由が殺人犯の汚名返上であることを明かす。収録許可本作では、 キットトランスフォームプロジェクトと題し、キットが日本をトランスフォームするという趣旨のプロジェクトが展開された。2018年7月24日、読売テレビ本社前に設置されていた江戸川コナンの立像が怪盗キットに誘拐され、その後には来春の映画で邪魔されないように、とのメッセージが設置された。2018年11月28日、公式ページと ツイッターにポスタービジュアルが回答キットによる盗難にあったという謝罪文が掲載された。2018年12月5日発売の週刊少年サンデー市上にて本作の公開日とタイトルが発表され、同時にティザービジュアルも公開された。2018年12月12日には特報映像が YouTube で公開された。2019年1月16日には 新たなメインビジュアルが公開された。なお、同年2月25日からは、コナンがアーサー・ヒライに変装している、ヒライバージョンのビジュアルも公開された。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、リアル脱出ゲームが、名探偵、コナン・ザ・エスケープ根性の除幕のタイトルで2019年1月18日から6月23日の、約半年、名探偵、 コナンミステリーレストランにが同年1月18日から5月26日の約5ヶ月弱のロングランでそれぞれ開催されることが決定した。2019年2月4日にはゲスト声優として山崎育三郎と河北真由子が英語のセリフで出演することが発表された。2019年2月9日、2月14日、2月21日、2月28日の4夜,夜に 渡って、テレビアニメ、名探偵コナンでの、怪盗キットの登場会をセレクトした、特別上映会、怪盗キットの宝石の夜が開催された。2019年2月10日から3月23日まで、JR 東日本名探偵コナンスタンプラリーが開催された。なお、中央線において、キットのラッピングが施された車両が運行された。 2019年2月22日には、主題歌が3代目ジェイソウルブラザーズ・フロム・ FROM ル、トライブのボーカルと坂博美のブルーサファイアであることが発表され、新たな予告編も公開された。途半はコナンとの初のタイアップで、前作ゼロの執行人に引き続きビーイングに所属していないアーティストによる主題歌起用となる。2019年2月23日からは AU 劇場版、名探偵、コナン根性の拳回答キットの予告上キャンペーンがスタートした。au 公式 SNS アカウントや au0 学割の CM がトランスフォームされ、キットから謎が提示された。解き明かした人には抽選で本作の完成披露試写会の招待状や劇場鑑賞券などがプレゼントされた。2019年3月には、 HIS グループとのコラボレーションが発表され、舞台となるマリーナベサンズに宿泊する名探偵コナン根性のシンガポールツアーが発表された。また、同年4月10日頃から原作及びスピンオフ作品2作の新刊発売を記念して全国のフェア参加書店で実施の対象の期間購入でパスポート風ノートがもらえるキャンペーンにおいても抽選で 同ツアーが当たるチャンスが設けられた。2019年3月1日からは、毎週金曜日に、キットフライデーと称して、抽選で豪華プレゼントが当たるキャンペーンを実施した。当企画は4月26日まで行われた。2019年3月15日から倉ら寿司で、当たりが出ると名探偵、コナングッズがもらえるキャンペーンが、 同年4月30日までの期間限定で実施された。2019年3月15日より、東方シネマズ梅田において、新一と蘭、京国とその子のダブルデートの様子が描かれた大型看板が公開された。2019年3月22日より、映画公開を記念して、動画配信サービス、フールにて東映画シリーズ過去4作品の配信が開始され、 4月1日以降は他の過去作品も多数配信されたほか、回答キット関連のエピソードをまとめた特集も実施されている。2019年3月25日に発売された週刊少年サンデーエース5月号では本作品のキービジュアルを犯人のハン・サワさんがトランスフォームした表紙が掲載された。2019年3月27日には、 1> 第1野製パンや郵便局限定販売の東急百貨店とのコラボレーション商品の展開が週刊少年サンデー二千十九年十七号市場で発表された二千十九年三月二十八日にはクレヨンしんちゃん新婚旅行ハリケーン失われたヒロシとのコラボビジュアルが同年四月五日には北斗の剣とのコラボビジュアルが同年四月八日にはアベンジャーズ エンドゲームとのコラボビジュアルが公開された。2019年3月28日には AR カメラアプリスノーとのコラボレーションによりコナンや怪盗キットに変身することが可能なオリジナルスタンプが5月7日までの期間限定で配信されることが発表された。2019年3月30日未明には読売テレビの深夜番組キューンにスタジオゲストとして コナンの着ぐるみが登場し、壁ドンに挑戦したほか、山崎とか北のアフレコ現場が公開された。同年4月6日未明にもスタジオゲストとして、コナンの着ぐるみが登場し、本作の告知に加えて、名探偵、コナンカフェ2019の宣伝が行われた。また、同年4月13日未明には、山崎とか北へのインタビュー映像が公開された。なお、 読売テレビではこの他にも本作の宣伝に努めており、夕方ワイド番組関西情報ネット10の終了直前に放送される箱番組目映えを同年4月8日から4月11日までコナンたちが日替わりで告知するジングルも放送されたほか、劇場公開開始当日の4月12日には関西情報ネット10にスタジオゲストとしてコナンの着ぐるみが登場し、 本作の告知を行った。コラボドリンクを発売中の大道ドリンク、公式アプリ上では、2019年4月から3ヶ月連続で謎解きキャンペーンが開催され、謎を解いた人の中から抽選で限定商品が与えられた。2019年4月1日からシンガポール航空とのコラボキャンペーンが行われている。2019年4月1日より、 オリジナルフード付きタオルが抽選で3000名に当たる、明星一平ちゃんお店の焼きそば名探偵、コナンキャンペーンが開始され、5月31日まで行われた。2019年4月1日から、森永パリパリバートのコラボ企画として、パリパリランドの秘宝を探せ、が開始された。商品とウェブに記載された謎を解くと、抽選でオリジナルクオーカードが当たる。 2019年4月5日より、バンダイナムコアミューズメントとのコラボイベント、怪盗キットから、思い出の奇跡を守れ、が展開された。2019年4月6日からは、公開記念特番、謎解き聖地巡礼院シンガポール、が、各局で随時放送された。2019年4月6日より、怪盗キットの衣装をイメージした。 コスチュームドリンクホルダーが本作品上映映画館の飲食売店限定で発売された。持ち帰り用のショッパーもついてくる。2019年4月8日から4日間、大阪のラジオ局 FM802 のプログラム、ロックキッズ802において、本作の特集がなされた。2019年4月10日には、アプリ、C チャンネル上で1日限りのコナンジャックが実施され、 配信された4本のコナン動画を視聴してヒントを集めると抽選で根性のファストホルダーが当たるキャンペーンが行われた。2019年4月10日からセガプラザにおいて額入りアートやぬいぐるみなどが当たるセガラッキーくじ、名探偵、コナン、シークレットマジックショーマイナスのほかゲームコンテンツが登場した。2019年4月11日には ニンテンドースイッチ用ゲームソフト、名探偵、コナンスケボー、ラン乱回トーキットと神秘の秘宝が発売された。2019年4月12日発売のゲスさんの表紙では、足立み青山豪商の対談企画の一環として、キャラが互いの衣装を交換しているコラボイラストが掲載された。2019年4月12日に発売されたスポーツ放置の大阪本社版は、 トップニュースがまるまる、コナン仕様にトランスフォームした。2019年4月12日より、複合商業施設サンシャインシティで、狙われた天空の街と題した、コラボイベントが5月19日にかけて行われた。怪盗キットプラザや、リアル宝探しゲームが開催され、5月2日から4日間は、噴水広場で、映画関連のイベントも行われた。 2019年4月12日から5月6日にかけて、切って博多にて、映画グッズや、食事券が当たるキャンペーンが実施された。2019年4月23日に発売された、キャンキャン6月号には、本作の紹介記事が掲載されるとともに、本作の内容にちなんで、キットの予告状をモチーフにした実際に使える、名探偵、コナンの婚姻届が付録として用意された。 2019年5月30日からは、全国13都市20劇場で、根性の応援上映と題した、応援上映が開催された。2019年6月7日には、デジタルハリウッド大学の駿河大キャンパスで、監督、プロデューサーが語る、映画、名探偵、コナン根性の拳ができるまでが行われ、監督の長岡智香とプロデューサーの諏訪道彦が登壇し、 制作の経緯やその裏にある狙いを明かした。2019年8月23日からは 4D アトラクション出国上映が開催された。2019年4月13日には東方シネマズ日比谷にて開催された公開記念舞台挨拶に高山みなみ、山崎若菜、小山力也、山口勝平、檜山信幸、山崎育三郎、川北真由子が登壇し、 一日で、工業収入4億百246万を、0円、観客動員数31万3724人を、記録して、前作、ゼロの執行人を上回るスタートを切ったことが、発表された。その後、2019年4月13日と、翌14日の2日間で、観客動員数114万5000人、工業収入14億6400万円に、 達して、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで初登場第1位となり、最終工業収入91億8000万円の前作、ゼロの執行人との初動工業収入の対比で112.9%を記録したほか、公開初日の4月12日から3日間の累計で、観客動員数145万8263人、工業収入18億8、 629万に7 0 0円となった。公開2週目の週末となる2019年4月20日と翌21日の2日間で観客動員数67万8000人、工業収入8億8600万円に達して、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで第1位となり、公開初日からの累計で観客動員数が275万人、 工業収入が35億円を突破した。これを受けて2019年4月22日に東京汐止めの日本テレビで行われた同局の社長大久保義雄の定例会見で事業ビジネス担当の広瀬健一は大変いいスタートが切れました。内容の評価も非常に高いと笑顔を見せた。 公開3週目の週末となる2019年4月27日と翌28日の2日間で観客動員数46万8000人、工業収入6億1800万円に達したものの、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングでは、アベンジャーズ・エンドゲームに主位の座を明け渡し、第2位となったが、公開初日からの累計では、 観客動員数が361万人、工業収入が47億円を突破した。公開4週目の週末となる2019年5月4日と、翌5日の2日間で、観客動員数44万8000人、工業収入5億8700万円。5月6日も、含めた3日間では、観客動員数65万7064人、工業収入8億3。 631万に5 0 0円に達して、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで第1位に返り咲き、公開初日から5月6日までの累計で、観客動員数が591万3277人、工業収入が75億に065001500円を記録した。また、これにより、アベンジャーズ、 エンドゲームが前週の1位から2位へランクダウンしたことについて日本国外からは特殊すぎるという驚きの声や自分の国の映画が一番って最高という反応が上がっている。公開5週目の週末となる2019年5月11日と翌12日の2日間で観客動員数が18万6000人、興行収入が2億5000万円を上げるも1位を 名探偵ピカチュウに明け渡し、2位のアベンジャーズ、エンドゲームを下回る3位に交代したほか、累計では観客動員数が623万人、興行収入が79億円を突破した。公開6週目の週末となる2019年5月18日と、翌19日の2日間で、観客動員数が14万人、興行収入が1億9千万円を上げるも4位に。 交代したほか、公開から38日間の累計では、観客動員数が651万人、工業収入が83億円を突破した。公開7週目の週末となる2019年5月25日と、翌26日の2日間で、観客動員数が9万9000人、工業収入が1億3200万円を上げるも6位に、交代したほか、累計では、 観客動員数が671万人、工業収入が85億円を突破した。公開8週目の週末となる2019年6月1日と、翌2日の2日間で、工業収入9000万円以上を稼ぐも8位に、後退したほか、累計では、観客動員数が688万人、工業収入が87億円を突破した。 公開9週目の週末となる2019年6月8日と翌9日の2日間における観客動員ランキングでは10位に後退したほか、累計では観客動員数が697万人、工業収入が89億1000万円を突破した。2019年6月21日には公開から70日間の累計で観客動員数が704万人、 工業収入が九十億円を突破し、同年七月二十六日には七月二十一日時点で、工業収入が九十一点二億円に達したと発表された。二千十九年八月二十六日には、二千十九年八月二十五日までの百三十六日間の累計で、観客動員数が七百十六万四千七百二十九人、工業収入が91億八 270万に500円を記録して、前作ゼロの執行人の累計工業収入を上回り、7年連続でシリーズ最高工業収入記録を更新したことが発表された。2019年11月時点での工業収入93.2億円を経て、最終工業収入は93.7億円となった。 ピアの調査による初日満足度ランキングで満足度93.5ポイントを記録したが、キング・オブ・プリズム、シャイニー・セブン・スターズ3レオ・ユー・アレクに敗れ、第2位となっている。本作は、第43回日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞にノミネートされた。第24作、ヒーローの弾丸の公開を記念し、2週連続、コナン祭りとして、 日本テレビの金曜ロードショーで2020年4月17日に本編ノーカットでテレビ初放送され関東地区でのリアルタイムの平均視聴率はビデオリサーチ調べで13.9%を記録した2020年5月5日には金曜ロードショーのレギュラー放送のない沖縄県においても琉球放送にて放送された名探偵コナン映画作品 ありがとうございます。